同級。柿沼正樹の同級。今日はですね、沖縄のキャンプ、巨人の、キャンプを見てきたんですけども、まあ、安倍監督は、皆さん知ってるかわかりませんけども、安倍監督のお父さんというのは私、高校時代、同じ習志野の野球部で一緒に野球やってきたという関係もありますので、安倍監督はもう子供の頃からが非常にこう可愛がっていた、僕の子供みたいな巨人の監督になりましたので、今年のその巨人に対して僕すごく気になっていたのでね、安倍監督にも話を聞いてきたんですけども、今年の巨人は手強いと思います。阪神にとって岡田監督も一番マークしなきゃいけないのは巨人だろうというようなことを言っておりましたけども、ね、その巨人の今年の練習というようなもの、取り組む野球というようなものを安倍監督からいろいろ聞いてきたんですけども、まずびっくりしたのはですね、あの巨人がですよ、昨年の阪神の1年間の戦ったいろいろな数字というものを含めたデータというものを全て出してですね、巨人の1年間の戦った数字を含めたデータと比べたらしいんですね。と阪神が勝ることばっかりのデータが出てきたらしいんですよ。そういうものをコーチのな人たちで一緒に分析をして、今年の阪神に対する戦い方は、こういう形でしなければいけないというようなミーティングを、1軍だけではなくて、2軍でも同じミーティングをしたらしいんですよ。で、阪神に対して、昨年18敗してるんですね、巨人。で、この18敗を、安倍監督は、五分に持っていければ、優勝争いまで持ち込めるんではないかなと思っているんですと。それと私、去年の秋季キャンプの時に、安倍監督に、僕は阪神と巨人の一番大きな差っていうのは、一塁への全力疾走、走る力というものが、阪神のが勝ってたんじゃないかっていうようなことを僕、去年の秋季キャンプ安倍監督と話したんですが、それは今年はですね、亀井コーチが、一塁ベースコーチの中でストップウォッチを持っていまして、その一塁への走る、タイムを常に測ってるんですね。このあたり一塁への走塁への意識というものをまず変えていこうという、そういう姿勢というものを巨人のキャンプを見た時に感じました。それと菅野、坂本、この 両ベテランがですね、先頭に立って野手陣、投手陣を引っ張っているベテランがすごく元気なんですよ。丸選手も含めましてですね。これは安倍監督はすごく頼もしく言っておりました。あれだけ、菅野、坂本、丸、このあたりの3選手がチームを引っ張っていってくれているので、すごく若手が引っ張られるような形で自分を追い込んでいけるようなキャンプを1ヶ月間張ることができましたと。ベテランには感謝してるというようなことを言っておりましたけども、そう考えますとね、巨人の今年っていうのは、一つの大きなポイントっていうのは、外国人選手、新しい外国人がどういうふうな形でハマっていくか、右投げ左打ちの左バッターなんですけども、バッティング練習を見せてもらいましたけども、非常に変な癖もなく、多分ボールの見極めもできるような形の右足の踏み込みというものをしておりましたので、私はベンチが、満足する我慢できる数字は残せるんじゃないかなと。安倍監督は打率よりも東京ドームですので、ホームランを30本ぐらい打ってくれればもう最高なんですと。それと1年間戦う中で、当然昨年の巨人とは怪我人が出ました。この怪我人が出た時にチーム戦力を落とさないために、どういう形で戦っていけるかということを考えたときに、外国人選手を取るときにある程度複数のポジションを守れるユーティリティプレイヤーのような外国人を探してもらえないかということを球団に言ったらしいんですね。それが入ってくるのがこの外国人なんですけども、セカンドとサードを守れるという、外野よりもセカンド、サードが主に守ってたと言っておりましたので、坂本選手がですね、
阿部監督は143試合使うことは考えてないと言ってました。120試合でいいと。残りの23試合をどういう形の選手で戦っていくかと考えたときに、新外国人をサードに入れることも考えられますと。で、セカンドの吉川選手が怪我をしたときに、そこに外国人をはめることができますと。この外国人1枚いることによって、1人の怪我の穴を埋められる、戦力を落とさないで戦える形というものを作ることができると。相当新外国人は巨人の1年間戦う中では大きな私は戦力になっていくんではないかなと。で、打順なんですけども、左が中心の打線になってしまいますので、右バッターが1人出てきてくれるとすごくバランスのいい打線を組めるんですと。で、1、2番の組み方の話になったんですけども、1番はベストは門脇くんに打ってもらいたいと。まあ理想はですね、やっぱそういうことを言っておりました。で、2番は左の吉川くんですか？誰がって言った時に、阿部監督は面白いこと言ってたんですよね。で、掛布さんも同じ左バッターで、2番を打つと言った時に、1番が出塁すると、1、2塁間に引っ張るようなバッティングをやらなければいけなくなると。左バッターが引っ張りに入ると、バッティングの状態を崩しますよね、と。だからできれば2番は右バッターにしたいんだと。右バッターってのは右へ打とうという、右方向の打球を打つことによって、自分のバッティングの状態を崩すことはないと。そうなった時に名前が挙がったのは、オコエ選手なんですね。オコエ選手ぐらいが2番にはまってくれると、打線を組むのがすごく楽になってきますと。で、坂本選手を3番なのか5番なのか、今すごく阿部監督が悩んでると言ってました。4番の岡本選手はまあ動かさないだろうと。ただ5番の考え方っていうのが、ホームラン打てる5番は僕はいらないんですと。何でもできる5番バッターっていうのが僕の理想なんですって。そこにはまるのが吉川選手の名前が出てきたんだよね。万能もできる。まあ多少の長打力もある。そういうバッターが5番にはまることによって、6番、もしも外国人がハマった時に、そこでもう一度ポイントゲッター的な仕事を6番にしてもらいたいと。で、7番、8番っていうのは、8番とで大城選手が打つと思うんですけども、7番も秋広選手になるのか、また新しい右バッターが出てくるのか分かりませんけども、結構巨人の下位打線も厚くなっていくと思いますので、今年の巨人の打線の大きなポイントを握るのは、僕2番バッターが誰が打っていくんだろうというのが打線の中では大きなポイントになっていくと思います。あとピッチャー陣なんですけども、かなり、まあ、ケラーだとか、ババだとか、阪神の選手が巨人に入っていきましたけども、かなり先発を含めて層は厚くなっていると。で、菅野投手などをどういう形で使うのがベストなんですかって聞いたときに、できれば中10日ぐらい空けて投げさせてあげるのが一番いいんじゃないかと。そう考えたときに、6人の先発ピッチャーのローテーションで回すんではなくて、7人のローテーションを組めば、木曜日に投げるピッチャーは、投げた日に登録を抹消すれば、中10日の形で木曜日のピッチャー回すことができると。だ理想は、菅野投手をうまく使うために、7人でローテーションを組んで、木曜日に菅野君を投げさせて、飛ばして、中10日、中10日で、投げれるようなリズムというものも面白いと思いますと。それと今年のオープン戦の一番最初の試合っていうのは阪神だったんですね。その阪神に対して今年の巨人は変わったという形を必ず見せたいんですと。人は吹かせたいんですと。やっぱそのすごく最初の試合印象付けたいんですと。変わった巨人を見せますのでということで、オープン戦初戦初回伊藤将司から7点取ってるんですよね。今年の戦う巨人にとって、ただの一勝ではないオープン戦の一勝になったんではないかなと。まあ巨人ファンの方たちも今年の阿部巨人、楽しみに1年間見ていけると思います。応援してください。